準々決勝第3試合、アルバート・クラウス対ドラゴン。 K1 ワールドマックス初代世界王者アルバート・クラウス。フォームグッド。Ja, we gaan het zien. Ik voel me goed dus. まずはリングチェックへ。2002年、この男の優勝から K1 ワールドマックスの歴史は始まった。しかし、あの栄光もすでに4年前。今年こそ再び頂点へ。余裕の表情の中にも緊張感が漂う。対するは悲劇の難民ファイタードラゴン。会場に到着するとすぐさまウォームアップスペースへ。そこには会場入りの表情とは一変、気迫のこもったウォーミングアップを行うドラゴンの姿があった。クラウスもミット打ちを開始。得意のパンチからキックへの動きを反復する。歴代王者が順当に勝ち進む中、初代王者クラウスにもプレッシャーがのしかかる。祖国を追われたドラゴのハングリー精神か、初代王者クラウスのプライドか。ハードパンチャー同士による大会屈指の交換。世界最強の拳を持つ男はどっちだ。さあ、場内が異様な興奮に包まれています。マサトは勝っている。そしてサーも勝った。世界の扉を必ず今日開けてみせる悲劇の難民ファイタードラゴン。2度目の頂点に最も近い男、アルバート・クラウス。さあ、谷川さん、そして畠山さん、はい、この2人の対戦も注目ですね。そうですね。特にドラゴ選手ですね、はい、まだクラウス選手このに勝ったらもう本当に大番狂わせというかですね、まあ、大きく飛躍するチャンスだと思うんですよね、はい、こういうハングリーな選手に対してはそういうところを期待したいですよね、はい、マックス歴代王者全てを倒したという自信に支えられた強さか、悲劇の運命に正面から向かい合ってきた強さか。さあ、間もなくゴング。どちらの強さが勝つのか。さあ、両者の表情、来日以来ゆとりの表情で過ごしてきたアルバート・クラウス。ドラゴもちろん必死であります。世界に名を轟かせるためにまずはこのクラウスを叩きのめさなければいけない。因縁の対決、アルバート・クラウスそしてドラゴの一戦、間もなくゴングです。さあ、マサトは勝っている。そしてサワーも勝っている。そんな中、 K1 ワールドマックス2006世界一決定トーナメント決勝戦、準々決勝の第3試合であります。マサではね、クラウスだと思うんですけど、はい、ドラゴはやっぱそこが知れないね、一発持ってますから、とにかく開幕戦でドラゴは勝利した時に雄たけびを上げましたが、予想以上のパンチがあった。そしてパンチの絡みますよ。今回は足技も絡めて両選手の対決を見守りたいと思います。あとドラゴ選手はなんとか予測不可能な動きもしますからね、セオリーにないというのか、両者まず静かな打ち合いであります。決勝トーナメントの戦略決勝第3試合、もう第1回からチャンピオンになって、もうトーナメントは本当に大人ものっていうかですね、とにかく来日以来非常にゆとりの表情でね、このマックスでどうやって戦えばいいかっていうのは本当に知り尽くしてると思いますから、はい、ドラゴ選手はしかし落ち着いてますよね。落ち着いた、まず滑り出しであります。ドラゴ選手はちょっと流行ってると思うんですけど、はい、どうしても開幕戦は気合が空回りして60点だったと。ダメですね。
の左を入れました。これ今も変則的ですね。効いてますよこれ。意外と効いてますよ。危ないですよ。飛んできた、ドラゴは飛んできた。これでもう分かんないですね。これは意表をつかれたクラウス。意表をつかれましたね。クラウスもあんまり打たれ強くはないんですね。これなんで来たんだろうっていう感じだったんですね。今ドラゴがまさに意表をつく膝を見せました。形がないですよね、あのドラゴ選手って。なんか外国アルメニア版のキッド選手みたいな。キッド選手みたいな形がないんですよね。まずは打ち合いから足技をどう絡めてくるのかというのを注目していたんですが、ドラゴの膝がクラウスをヒットしました。さあだから効きましたよね。しかも、すごくいい膝でしたから効果的な膝がクラウスを捉えましたが、しかしその後再び立ち上がってクラウス、改めてドラゴと向き合います。このアルバート・クラウスとドラゴの一戦、ここまでの2試合があまりにも激しい試合だった、それ以上の試合を見せたいと語っているドラゴがありますが、形がないですね。初代王者としてクラウス、どうしても負けられない。ここでクラウスがもし破れるのであれば、立て直したことは立て直したと思うんですけど、はい、まだなんかこう相手がなんで来るかっていうかですね、とにかくドラゴもそしてクラウスもお互いのことはよく知っているという、手の内をよく知っているというそんな話はあったんですが、あのドラゴ選手もね、あのオランダで試合が主流でやってますから、はい、もうクラウスは必ず見てると思うんですよね。第1ラウンド、まもなく時間がなくなります両者。まずはクラウスが空回りして始まりました。ドラゴの膝を見せました。第1ラウンド終了です。いやびっくりしました。まあなんといってもドラゴの膝がクラウスを捉えたあの瞬間が第1ラウンド印象に残ります。あれはだから膝で来ると全く思ってなかったですよね。あ下向いてる、パンチを取って下向いてるところパンと入りましたね。ドラゴの膝がクラウスの、小比類巻選手がよくやるですね、あれ、飛び膝切りですよね、はい、いわゆる。とにかくうわこの両者の戦い、クラウスが敗れれば初代王者のプライドがズタズタに傷つくわけであります。マサトが勝って、そしてサダナが勝っています。この2人の戦いも目が離せません。セコンダさあ、いよいよ第2ラウンド。第1ラウンドで見せたドラゴの膝、クラウスが今度は挽回するためにどんな戦法に出てくるか。このラウンドはね、はい、挽回しなくちゃいけないんで、的確に的確にクラウス選手をいかないとダメですね。クラウスはこの的確さですね、はい、よく見て。クラウスはもう開幕戦のアルメニア戦でもちょっと油断をしたところがあったという話はしてましたが、思わず1ラウンドドラゴの膝にしたそのクラウスでありますが、変則的なところがね、はい、本当厄介ですよね。とにかくこの試合に勝つためにドラゴは今までにないトレーニング、足技を見てくれと、そんな自信たっぷりの発言がありました。パンチが少し大振りだというドラゴのそんな評価もあったんですが、畠山さん今日はどうですかね。そのダウン取って膝蹴りばかりがなんていうか注目がいっちゃって、はい、パンチあまり注目しなかったですね。そうですか、はい、大振りですけど変則的ですね、あの当て感のある選手ってキット選手もなんそうですけど当てますからね。とにかく定め、そういうものは持ってそうな感じがしますよね。そうですね。梅田さん、はい、赤コーナークラウスサイドですけれどもね、はい、先ほどのインターバルそんなに息は上がっていませんでした。でドラゴの膝はそんなに問題はない、何もないんだ、集中していけと、でプレッシャーをかけて逆にコーナーに追い込まれるなというふうな指示が飛んでいました。そうですか。お変わってきてるですね今も。いやとにかく変則的なパンチ、そして蹴り下向いて今入ってきましたけどね、はい、あ今の右パンチ良かったですね。クラウス選手かぶせたいですね。準決勝にマサトが勝ち進んでいます。クラウスはどうしても負けられない、2度目の頂につく、それを誓ってリングに上がったクラウス。皆さん、はい、こちらドラゴサイドなんですが、ね、一見リードしているように見えたんですけれども、興奮気味にセコンドの方に戻ってきました。そしてまず話をよく聞けと一括した上で、はい、その後ガードをしっかりしろ、そしてコンビネーションを続けろという指示です。両サイド熊田アナウンサー、そして蓮見アナウンサーからリポートです。蹴りも変則ですね。これも変則、とにかく
やりにくい相手、やりにくい相手ですよね。そんな感じをクラウスは持っているかもしれません。頑丈そうですもんね、はい、打たれ強そうですもんね。だからダメージをちょっとずつ与えていこうという姿勢もですね、はい、なかなか時間かかりますよね。とにかく3年前にこの2人はオランダで戦う、そんな試合が組まれていたんですが、クラウスがこの K1 に参戦したためにその試合が流れています。さあその両者が再びこの日本で K1 ワールドマックス2006の舞台で戦っています。さあクラウス、そしてドラゴン、クラウスのパンチもいいですけどね、よく見てますよ。クラウスドラゴン見えてる、そしてクラウスも第1ラウンドは、ね、よく見てます、はい、このラウンドは。さあ第2ラウンドまもなく終了です。うまさが光ってますね、うまさが光ってますよね。第1ラウンドドラゴンの膝、そして第2ラウンドはクラウスのパンチも出始めました。ここで第2ラウンド終了です。初代王者クラウスがドラゴンの意表をついたこの攻撃に何かこうやりにくさを感じている、この表情を見てもそうですよね。ただこの2ラウンド目はですね、徐々にうまさが光ってきましたよね、クラウスの、はい、クラウスの冷静さが第2ラウンドは出てきたでしょうか。ただこのハイキックが本当に変則的ですよね。体倒しながらですね、下向いて打ってるんですけど、ドラゴの前蹴り、そしてハイ、とにかく意表をついた攻撃、ドラゴとクラウスの一戦、準々決勝の第3試合、まもなくファイナルラウンドを迎えるわけであります。クラスは冷静さを取り戻せば、実力的にはクラスの方があるので、まだあるでしょうね。セブンラウンド、ファイナルラウンド。さあいよいよファイナルラウンドです。クラスはこのラウンド取らないとダメですね。ダメですね。クラウスはもう積極的に前へ行かなければなりません。しかし強引ですね、強引ですね、強引ですよね。強引ではありますが効果的ですよね、印象がいいですよね。ガツンガツンとパンチを割ってくるクラウスが決定的なダメージを与えないと追いつかないですよ、はい、決定的なダメージはパンチかキックか。クラウス、このラウンドトラコが10対10で終われば勝ちですよね。とにかく第1ラウンドのあのドラゴの膝、クラウスが慌てました。徐々に冷静さを取り戻してはいますが、このファイナルラウンドが勝負になります。おーっと、バックロー、危ないですね。意表をついた攻撃、ドラゴン初代王者、ここはシップダウンです。しかしあれですね、クラウスやりづらそうですね。やりづらそうですね、はい、やはり相手によってこうマッチする相手とやりにくい相手あると思いますが、クラウスにとってはっきりドラゴンはやりにくい相手、綺麗にはまらないですよね。そうなんですよね。クラウス選手みたいな正統派のタイプっていうのはですね、はい、マサト選手とかとは噛み合うんですけど、はい、こういうタイプはね、そうですね、ちょっとやりづらいですよね。両選手ともに決勝でマサトと当たる、それをイメージしてきたと語っています。上田さん、はい、赤クラウスサイドですけれども、ちょっと苦しそうですね、先ほど。そして第2ラウンドはお前のものだ、次のラウンドもお前のものにしてこいとセコンド陣は発破をかけていました。赤コーナー、駒田アナウンサーです。すごい蹴りだ。そしてランピング2位であります。とにかくドラゴン、リズム乗れないんですよね、クラウス選手がね、リズミカルに、自分のペースに乗れないんですよね。クラウスがとにかく自分のペースを掴めない。今追い詰めてますよ。今パンチですね。ファイナルラウンド、クラウスのパンチがヒット仕上げました。コーナー追い詰めるといいんですけどね。ドラゴンのボディ、クラウスボディアッパー。さあしかしドラゴンも打ってくる。両者若干疲れたか。ファイナルラウンド残り1分、ドラゴの低く、ちょっとクラウスが挽回できないですね。とにかくクラウスがやりにくそう、やりづらい、やりづらいですよね。話もありましたが、第1ラウンドの膝、あれ以降クラウス選手はですね、須藤元気選手とかナラントンガラフとか、やっぱ変則的な選手が本当に苦戦するんですよね。これまでの試合を見てきてもやりにくい典型、意表をついた攻撃、ドラゴン、はいはい。だからほらチャンピオンになる選手ってのはみんなやっぱ正統派じゃないですか。正統派ですよね。だからそういう人たちはね、いい勝負ですよ。とにかく二度頂点に立ったことはない、だから俺はこの試合頂点を目指すためにやるんだ。クラウス、しかし本来のペースがつかめません。ファイナルラウンドいいんですけどね、打たれ強いですよね。まもなく残り10秒、ドラゴンもね、まともにはもらわないんですよね。まともにもらってないですよね。とにかくクラウスにとって時間がない、ドラゴンが意表を突っ込んで、ファイナルラウンドまもなく終了。届かないかもしれないですね。ここでゴング、アルバート・クラウス、そしてドラゴンの一戦、
ファイナルラウンド終了しました。さあ両者の表情を見た、明らかにクラウスが戦いにくそうという、そんな表情が見て取れました。ドラゴの前蹴り、こういう選手はですね、やっぱりクラウスみたいなタイプは3ラウンドで足りないんですよね。なるほど。ラウンドがね、5ラウンドとかなんかあると徐々に持ち返してくるんですけど、バックブローあり、そして足技のコンビネーション、非常にクラウスにとってやりにくい相手ドラゴでした。とにかくマサトが勝って、サワーも勝っている。クラウス、ドラゴ、ドラゴが勝てば世界の扉を開きます。さあまもなく判定です。悲劇の難民ファイターが勝利をするのか。28青ドラゴン、まずはドラゴン、ジャッジエリック30対28、青ドラゴン、ドラゴンです。30対28、青ドラゴン、ドラゴンが再び両手を突き上げて絶叫です。ドラゴン選手の判定勝ちです。ドラゴンが勝利しました。これは大番狂わせ、共にマサトと決勝で戦うことをイメージしてここまでやってきました。ドラゴが準決勝進出、そして上川を佐藤との勝者との一戦を迎えるわけであります。ドラゴ泣いてますね。ドラゴは泣いています。やっぱりね、やっぱりオランダでは格上のクラウス選手に勝ったんですからね、はい、とにかくこのリングに上がるのが夢でした。夢の半分を手に入れ、そして夢を実現させられるか。悔しそうな表情はクラウス、ドラゴは泣いています。さあこの感動の涙を勝利の涙に変えるために次なる戦いへと進みます。悲劇のファイター、難民ファイタードラゴ準決勝進出です。ドラゴはリングでの歓喜から一転、控え室に戻ると勝利の余韻に浸ることもなく、準決勝に向けて体力の回復に徹した。一方、初代世界王者クラウスは過去5年の歴史の中でこれが初めての準々決勝敗退。信じられない結末に控え室に戻っても自らの不甲斐なさと悔しさで涙に暮れていた。